見てください、あれ、うちの可愛い可愛いプキガマルです。君も可愛いよ、もちろん。あ、なにこれ、写真、可愛い。二人一緒に、あ、多分ポーズ決めてるとね、得点高いんだよ。はい、どうも、肉痛と申します。今日はね、この可愛い可愛いプキガマルちゃんをなでなでしていこうと思います。おお、成功した。さて、今日もやっていきましょうか。今回のお相手は、あ、グレン・タギル・バゼルギウスさん。いやー、みんな大好きだよね、バゼルギウス。まあ、っていうのは冗談で、アイスボーン、モンハンワールドでもアイスボーンでもそうなんですけど、まあ、突然乱入してきては、うんこを振りまき、味方敵問わず、ダメージを与えて、ただ帰っていく。そんなモンスターと戦っていこうと思います。ほら、着いたよ。あ、怒っちゃった。なんか文句言ってたな。ルーレットのお時間です。残り9種類。ちょっとね、バゼルギウスでしょ？弓で行きたい。いや、ハンマーがいいな。バゼルギウスって超近距離だと、あんまり爆弾食らわないんですよ。むしろミッドレンジが危ないので、使えないし。この中で一番使えない武器はハンマーです。スタート！ハンマーはね、一回も使ったことないんですよ。だから本当にやめてほしい。そうか、それもあったな。いや、スラッシュアックスが当選しましたが、笛でもよかった。あ、てか笛がよかった。スラークか。スラークもね、パンパンゼミは一応知ってるんだけど、いかんせんね、慣れてないというか、バゼルギウス相手にできるかな、ちょっと不安は残るんですけど、装備を組んでこようかなと思います。はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。ちょっとね、あの歴戦のバゼルギウスのクエストがなかったので、導きの地で出していこうかなと思います。うわ、顔チケ。で、これでおびき出すと。あ、いましたね。グレン・タギル・バゼル・ギウス。まあ今回スラッシュアックスでやっていくんですけども。うわ、これ、あれじゃないかな。壁ドンできないんじゃないかな。ちょっと待って。これは、あー、回避できなかった。ちょ、壁ドンしたいんだよ、最初は。剣モードのさ、ゲージ貯めようぜ。あ、だいぶか。まあ、だいぶは結構隙があるから、一旦ね、傷つけだけ行います。今回ね、弱点特攻込みの 50%、ん？ 100% 回心装備です。まあでもね、こいつ多分ね、そこまで苦労しない。多分ね。多分これは2回やれば、ぶっ飛ばしが行える。まあ、スリンガー水流弾って結構バゼルギウスに対して有効、あれ？有効だから使いたくないんだけど。はい。まあ、やっていきましょうか。はい、変形切り。あ、ちょ、飛ばないで、飛ばないで。飛ぶのはずるいって言ったよね。俺、どうしよっかね。なんか、剣モードさ、くっそ立ち回りにくくない？はい。二連切り、縦切り。あ、これ結構いける。切り上げ、もう一回二連切り、縦切りで、これでゲージが溜まったんで、パンパンできると。あ、待って、僕、これあれじゃん。耐火の装衣じゃん。間違えたな、装衣。これは一旦避けて。あ、間違えた。剣モードじゃない。いやー、パンパンしたい。パンパンしたい。アイスボーンのスラークといえば、パンパンゼミと呼ばれてるんですけど、これですね。いきます。パン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 。あ、まあ、そうなんですね。特定の部位に張り付いて、あの、パン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 ね、ずっと攻撃するので、パンパンゼミって呼ばれてるんですけど、まあ、今みたいに振りほどかれてしまうので、装衣を着ればいいんだけど、今回ね、不動の装衣を忘れてますね。献身の装衣を着てると、このパンパンしてる時でも、あー、食らっちゃったか。パンパンしてる時でも、あの、ダメージを食らわないのでね、かなり効率よく、ダメージを与えることができますと。これは避けましょうか。痛い。おっと、これはまずくないか。あ、待って、危ねえ。今のはマジで一応覚悟したよ。まあ、導きの地って何回でも死んでいいんだけど、普通に他のクエストと一緒で3落ちにしましょう。まあ、スラッシュアックスはね、この左上のゲージを溜めて、まあ、パン、痛い。パ
パンパンゼミをパンパンしていくっていう装備なんですけど、よくないなこれ。これちょっと待って待って、避けるとこないじゃんこの人。あー死んだ。早すぎる1オープ。相性悪いかなスラークとバテル。ちょ待って、ダメだこれ、不動の装備持ってこないと話になんない。一回飛躍飲んで、あ危ない。ちょこの人ねすごい爆発の範囲が広いから、通常のバゼルギウスと比べて、うわーあれはねもうほんと厄介なんだよ。厄介極まりない。これはちょっと一旦回避して、転身来て、いろいろやりたいんだけど、その前に剣モードのゲージを貯めないとパンパンできないんで、あーこれ回避できないんだよな。丸ボタンの攻撃はね、後すきかでかいからあんまり出したくないんだけど、ゲージが溜まりやすいんでね、今出したかったんだよな。三角連打でいいかな。あ、これはいける。これはまるでいける。はい。これはいける。属性解放好き、クラッチできない。ちょ、待って待って待って。勘弁して。天心なくなっちゃうってこれ。天心なくなっちゃう。そんないじめないで。あ、あの人今、怒り状態じゃないじゃん。いきます。パン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 。あ、天心切れちゃった。で、爆発の前に降りると後隙がないので。あっぶねえ、いけた。天心脱ごうと思ったけど、今ちょっとクラッチひるみできる状態だったんで、やりました。で、ここ、弾け結晶があるから、弾け結晶取って、ぶっ飛ばしをして、で、またパンパンゼミができたらいいなぐらい。これはいける。OK。ギリギリ間に合うと。そうね、剣モードの、あー、効果時間切れちゃったか。マジか。結構短いんですよね、これ。はいはいはい。起き上がんの早お前。痛い。効果時間が短いので、まあ普通は強化持続っていうスキルをつけるんだけど、今回枠がなかったのと、まあ集中の方が、ちょっと、集中の方がなんかみんな採用してたので、集中を今回持ってきました。集中は、ゲージが溜まる速度が速くなる。うん。なんかどっちもどっちなのかな。まあでも僕は集中の方がいいかなと思って、こっち持ってきたんですけど。まあそんなにスラッシュアクス慣れてるわけじゃないんで、よいしょ、これが正解とは言えない。爆発は一旦避けて、まあ一応非耐性ついてるから状態異常にはならないんだけど、そっか、別に尻尾にあれつけてないから尻尾に攻撃しなくてもいいのか。これは2連切り当たらない。意外とねなんかリーチが短いんだよね。ほら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 、その場で攻撃するからかちょっと距離感がつかめないんですよね。食らっちゃったか。ミツムシ置いてもらって、あこれもう一回あれじゃん、ぶっ飛ばしできるじゃん。爆弾岩転がし蹴っ飛ばして、これ尻尾の攻撃。うわちょっと溜まってきちゃったね。あいつのね顎の下のあたりが青くなってくるともうかなり強力な爆弾を撃つようになるので、こういう青い爆弾ね、範囲が広いんだわこれが。またあぶね、怖すぎだろお前。もうちょい威力考えろよ。もう一回ぶっ飛ばして、ちょっとね今回はねぐだるね。本当に、あの、攻撃が当たらんのよ。切り上げ、縦切り、二連切り。早くない?見た?今の。ああ、ダメか。まあ、今回ね、整備5を積んでるんで、エゾゾエゾですね。まあ、俗に言う。俗に言うのかな、これ。俗に言うかは知らないけど、エゾゾエゾ、あ、痛い。エゾゾエゾ、んエゾエ、んエゾエゾか。ちょ、待って!よくないぞ。全然攻撃できない。パンパンできないの?あ、ゲージが溜まってないのか。マジか。これは普通に斧で攻撃していくしかないっすかね。はい。振り回して、強化叩きつけをしたいよ。当たったけど、僕もこれ瀕死だ。待って、まずくないそれ。あぶね。これは、貼り付けしようか。ちょっと傷つけいっぱい行っていこう。傷つけ1回組なんでね。違うか ?2 回組か?ちょ、待って。これ当たる?ここ当たる?挑戦者切れた。あ、これ寝たな。あー、これさ、マジで不動必須だから、取りに行こうかな。ちょっと待って、頭隠して尻隠さずしないで。パンパンできないそれ。パンパンじゃねえ、壁ドンでき、え、ちょ、あいつずるくね?ちょ、いけないんだけど、そこ。あ、いってないな、これ。ほら、ぶっ飛ばし。あー、羽になっちゃったじゃん、ほら。最悪だよ、もうこれ。戻ります。変身無駄になった。
これ不動来て、もうバレてんのか。どうしよっかね。一旦張り付きします。あ、これ食らっちゃうな。ちょっと待って、危ねえ。この人何回突進してくんだよ。やべ、またこれ羽にやっちゃったか。いや、これやばいわ。待って、バズレケース舐めてたかもしんない。ぶっちゃけこの人貫通ヘビーでさ、毎回周回してるからそんな強くないだろうって思ってたんだけど、結構強いわ。ああ、いた、そこにいるのか。なんで月光ブラキと同じところにいるんじゃん。月光ブラキってなんだ。臨海ブラキや。あ、なんかあの状態だと水たまりゴキが効くって聞いたんだけど、効くって話を聞いたんだけど、これはぶっ飛ばしをして、さっきと一緒だね。剣モードのあれをゲージを貯めて、左切り上げ、縦切り2連切り、2連切りか。縦切り、痛い。いや、これぶっ飛ばしした方がいいか。ぶっ飛ばしができなさそう。あー、クルーンしちゃったわ。まあいっか。これで一旦挑戦者を発動させて、火力が上がったところを、パンパン勢にしましょうか。全然方向回避できないな。これはちょっと無理やり火力出していきましょうか。はい。バン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 。そうなんだよな。そう生きてると全然剥がされないから。で、全くというか、絶対に剥がされないので。あ、いって、整備と相性がいいんだよね、この武器は。いや、もうなくなっちゃった。天神とかいうさ、この壊れ装備さ。なんか強すぎて弱体化食らってんだよな。これは一旦避けて、剣モードだよね。剣モードのゲージをまた溜めて、後ろバック。あ、ひるんでるね。こういう時にね、パンパン攻めできたらいいんだけど、まあ、一旦傷つけて、甘んじて。傷つけ203か。まあまあ出るな、お前。これ、あー、マジ食らう？なんかさ、その羽のさ、ちょっと振り下ろした攻撃だけでこんなに食らうんだけど。まあ基本的にオノモードの方が立ち回りはしやすいけど、まあ、火力がね、どちらかというと剣モードの方が稼げる。いって、稼げるし、剣モードだと、まあ、狙った部位にね、高火力を叩き込めるので、まあ、こう、基本的には剣モードでダメージを稼ぐと。もうこの繰り返しなのかな？操中棍みたいだな、ちょっと。逃がすか、お前。よし。ちょっとダメージ与えといて。バカバカバカって変なところでタクシー降ろさないで。水たまりゴケ拾って、ちょっとさ、これ当ててみようぜ、あいつに。あ、ひるんだ、すげえ。マジで水たまりゴケひるむんだ、知らなかった。これは剣モード貯めて、はいはい、これ絶対貯めたい、絶対貯めたい。集中マジで生かしてけ。 OK、 溜まった溜まった。これで属性解放好きからのフィニッシュ。あ、やべ。まあまあまあ、しょうがないしょうがない。これ多分足に張り付いてパンパンして弱点に刺していって、まあわよくばダウンも狙っていきたい。ダウンしてるダウンしてるダウンしてる。はい、変形切り、はい、毒性解放好き、パン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 。あのね、剣が光ってる時はこのパンパン攻めできます。あ、寝た。めっちゃいいじゃねえかよ、お前。一回回転させれば起こるんじゃね。はい、頭傷つけたいけど、まあ、それよりも今火力だな。全然火力出せてないから。2連切り、縦切り、切り上げ、属性解放。危ないか、これ。一旦フィニッシュさせて。まだ不動はあるから、不動使いましょうか。今いけるか。あー、これ危ないか。まあ、いっか、やるしかねえ。張り付いちゃったらやるしかねえ。あー、不動切れてる。攻撃しないでね、攻撃しないでね、攻撃しないでね。よし。で、転身来て、このパンパンゼミやった後はね、後すきがでかいので、やるタイミングはちゃんと考えなきゃいけない。あ？やばい！花火来る！ちょ待って！うっ！よし。俺自身が花火となることだ。よいしょ。これは斧で。あ、いや違う。転身来てるから剣モードでいいのか。転身あと半分だ。天心、お前本当に弱くなったな。最近ね、天心着ない時の方が多いんだよな。なんか大体属性の相違プラス不動。まあこれは
ぶねー。これは無理やり張り付いてアンパンゼミしようか。足になっちゃったな。あ、でも結構入ってんな。バゼルさんはね、意外と柔らかいんで体は、まあ、性格はどうか知らないけど、尻尾行きましょう。まあ別に、あ、てかあれか、挑戦者込みで 100% の会心出せるから。いやでもそれあれか、弱点特攻ありのことだから。おい、バゼルさん柔らかいね。これちょっと傷つけしたいんで、一旦傷つけします。あー、泣いちゃうか。あ、この人疲れてますね。やべ、スリンガーの弾拾ってない。どこだっけ、ここら辺に種ビーシーなかったっけ。まだ気づいてないから探して。あった、つぶての実あった。あれ、行っちゃった。おい、トロトロしてたらあの人行っちゃったよ。吠えて、張り付いて。いや、てか光ってんだよな。青白く光ってる時は、ちょっと攻撃控えたいんだけど。壁ドンできない、あの人。結構距離が短いのね。今水たまりゴケあったから、それちょっと当ててみようか。あー、でも後ろ下がりすぎると、そう。そのこの爆弾とバゼルギウスで挟まれるのが非常に厄介。なんかティガレックスアッシュがいるらしいね。どうしよう。あー、いるわ。めんどくさ、あいつ。まあ、一旦水たまりゴケをちょっと連打して、ひるむか。あー、終わっちゃった。なくなっちゃった。あぶ、見てなかった。めっちゃいて。なんかティカでアシュさん転んでるけど大丈夫。はい、剣モードにして。何、避けろ。よし。意外とね、スタミナ管理もしないとなくなると思うんだよね。はいはいはい、当たんない。なんか全然距離感つかめないんだよな。だからね、不完全燃焼っつったらあれだけど、すごい使ってて気持ちが悪い。気持ちよく戦わせてくれない。前回も同じこと言った気がすんな。なんだっけ、前回何で言ったっけ、それ。前回何の武器使った？ガンランスか。ガンランスも僕当てんの苦手で同じこと言った記憶があるな。これは、剣にして、切って、切って、切っ、ちまって、切っ、もうダメだ。剣モードにしてるとね、あ、なんか、え、尻尾切れた、やった。尻尾に当たった、今。剣モード使ってるとね、ゲージが減ってって、うわ、マジか。リロード挟まなきゃいけないことになるんで、そこも気を使わなきゃいけないんだよね。意外とでも気を使うことが多いけど、ま、いろいろ不満を言った上で、初心者向けの武器だと思うんすよね、僕は。ま、なぜかというと、このパンパンゼミが、特定の部位に、ま、簡単に火力を出せるということで、まあ、そういう面ではね、初心者向けだと思うんだよね。まあ、これ一旦振り回していきましょうか。転身切れちゃうんでね。はい。変形切り。あ、疲れてる疲れてる。ね？結構火力出るんだよ。こんなヌーブみたいな。ヌーブな動きしてるけど。あ、寝ましたね。あいつ待って。寝ながらうんちしてるって。ジャクラス大丈夫お前。バゼル相手に一落ちだったら、まあ、まあ視聴者も許してくれるでしょう。はい、切って、切って、切って、二連切り。飛天連撃はね。あ、え、倒した。討伐。ちょっとムービーが入らないから実感湧かないけど倒しました。ありがとうございました。ま、やっぱなんだかんだ火力出てましたね、これ。剣モードのあのパンパンゼミが合計何ぐらい入るんだろう。ちょっとこの武器での火力の合計とか調べてないんで、よくわかんないですけど。とりあえず一四つでバゼルギウス倒すことができました。おめでとう。ということで、スラッシュアックス VS バゼルギウスでした。時間はね、だいたい25分くらいですね。まあまあかかった。スラッシュアックスの割にまあまあかかった。よかったらね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今後の励みになります。ということで、ご視聴ありがとうございました。さようなら。